はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！FNCS グランドファイナル。めちゃめちゃ短い期間でどんどん進んできた FNCS ですが、なんともうグランドファイナル始まってしまいます。今まではね2ヶ月とかかかってたんですけど、今回はまあえぐいぐらい早い FNCS ということで、今回もグランドファイナル見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さあペポトルナガ、はい、さあいます。非常に安定してますね。残り資材61枚、ルナも65枚。さあペポが目の前のミヤオアサトライフルでレーザービーム。さあチリチャグをしっかり優先順位高いものから2人で取っていく。これが強いんですよね。移動にも使えるし、アイテムの引き寄せにも使える。さあ石も取って残り資材が94枚までいった。さあこれだいぶ強いですよ。さあ後ろから撃たれてペポ、こういう危ないよね。スパイダーマン結構事故る時あるよね、こういう風に。うん、あるある。特に2人だと1人だけ置いてかれるみたいな、ね、空中に投げ出されるからな。さあルナペポどこまでいけるか。さあしっかりと周りを確認しながら移動してる。アーマードウォールで事故を防いでいる。さあ目の前逆に、さあダメージを当てに行く。さあまだキルを取ろうとして、さあルナが目の前突っ込んでいる。さあアンチ外に追いやって、さあまだ目の前のキルを取ろうとしている。さあ1キル3ポイントなので、さあこれポイント稼ぎに行ってるね、しっかり。うん、いい判断してるね。めちゃくちゃいいよね。強気。さあ上からの車線をアーマードウォールで削って、さあジャンプパッド1枚とアーマードウォールがまだある。さあペポがワンボックスでしっかり敵を倒して、さあキルをゲット。現在44ポイント。さあ周りをしっかりワンボックス広げていって、ここは進行役、アイテム取るのはルナに任せる。さあアンチ外の敵をルナがしっかり仕留めていく。見えている。ありますね。さあペポもマジであります。さあいいですね。さあ天井をアーマードウォールにして、目の前ワンボックスサブマシンガンでここも切る。さあだからこれはルナが取ってるね。さあペポしっかり回復して、素晴らしい。さあチャグスプも6個、チリチャグもあと1個ある。回復勝負もいきますね、このまま。そうね、まあでも回復勝負せずにこれはもう倒しに行く動きで、うん、さあしっかりエイムか建築で囲って、残り 2v2、 上にいるのはアルベドドキン。さあどっちが勝つ。さあ1試合目ビクトリーロイヤル取るのはどっちだ。さあルナが、さあ上から出てきたところ、ショットガンで撃って、さあ一度アンチ側に出て、さあスパイダーマンで上に行こうとしている。ハイグラを取ったね、これ取り返した。さあハイグラが変わって上から打ち下ろすだけ。さあペポが降りてその間に車線通して、いやばすぎる。ルナペポ1試合目13キルビクロイ1試合目です。さあ上取ってるね。ハープンガンかスパイダーマンでしっかりアイテムを取っています。さあマウフィン1人でどこまでいけるか。順位がどんどん上がっていく。さあサージの数値が上がっていってるぞ。さあ30分まで減るには7時間がかかるけど、あと22、もっと打て、もっと打て、いけるいける、全然いける。あいいぞ、ナイス、うますぎ。さあこれあるぞ、マジでダメージ多い人が死にましたね、これね。多分74以上。さあ上に1個上げて、さあ資材はあるので、さあふんだんに資材を使っていける。やばい、あるぞあるぞ、これ歩くな歩くな歩くね。いやスパイダーマン強いが、ここは上から打たれてしまうが、まあ、許容範囲のダメージ、うん、強いね、やっぱり。そうね、さあしっかりとアンチの外を見ましたね、今地形がどうなってるか、はい、ローグラはしんどいっていう判断をできているから。さあ目の前クローザリー、さあブユさんがすげえ倒してるぞ。うわでもこの段多いね、いい、はい、なんか、いや行かないか、いや全然いい全然いい。さあ後ろから撃たれるか、ね、しっかりとアンチ内に入って、さあ逃げ遅れてる敵を倒していきたい。良すぎる、立ち回りが良すぎる。さあマウフィンが一人で順位を伸ばしている。これいい順位伸ばしだぜ。あー惜しい。さあ目の前で敵倒したいところだが、どうだよみんな、あるよ敵を食っていきたい。さあボットさんを倒して、ある一旦アンチ外で耐えれそうだが、これはボットさんを置いて、さあ前ローグラに行く。うまい。さあ目の前倒せれば、うますぎ、うまい、うますぎ、うますぎ、あるあるある。さあローグラに2人3人、さあ撃たれていくか、これナイスナイス。シューシャン、シューシャン、さあシューシャンが残り 2v2、 シューシャンが残り 2v2。 さあ回復もありますね。さあいいよ、チリチャグ使いたい、チリチャグ使いたい。結構ボケ、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 ナイス、いいよ。つぶつぶ回復はできる、回復はできる、 V さんの回復はできる。上結構好戦的ですね、多分戦いますねこれは。さあ8キル、そうね。さあさあショットガンで下から突き上げて倒していきたい。圧倒的有利は上ですね。さあとシューシャン、うまい、
怖いよ。さあ上を取って。一旦近い。目の前倒せれば。うわ。落ち着け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 。うわ惜しい。さあそのまま A2 LODSTK ロードが勝って。第2試合はロードチームの勝利、おめでとうございます。ザマフィンしっかりと合流は怖いできていく。さあ残り22パーティー38人。さあいいねいいレーザービーム。確かにサージが足りないので撃っていきたい。目の前の音、さあ詳しい、さあ落として、それは取りに行きます。ああ取れなかった。着スポいい判断。さあルリがハイクラをキープしてる。いやこれ怖い。そして合流できそうですね。そうね。やだ。マフィン、マフィン頼む、生き残ってくれ。マフィン、マフィン頼むよ。キムル君と隠れてるよこれ。いいよいいよ、ミニポ飲んで。キムル君もまずそうですね。そうです、絡まってるのか。さあ目の前いい合流。いや合流していく。残り17パイティ。さあクジャックが倒している。さあマフィーたち進む進んでいく。さあハイグラからのヘイトをしっかり切って、さあマフィーとこまで行ける。さあローグラのポップさんたちに打って、さあリムル君やってますよ多分。さあリムルもワンボックス。さあミアと戦っている。さあ足が見えなくなった。さあマフィーローグラ、いやー資材がない。さあアンチ外からやっているがここは取れず。さあリムルがあと一人。さあハイグラはルリたち、さあ目の前メオを倒していく。さあ残り7パーティー。さあリムルあるのか、ワンチャンあるのか。クラッチキング下を降りていいよ。さあ目の前ワンボックス、やばいそこ。 HP がマックス相手。さあここは最強の下のところに。そうですね、体力が多い。いいですよ。さあメディキも一応負ける。さあアンチはいいね。アンチ入ってるよ。予測巻きいけそうだな。後ろから来た。後ろか。さあそしてルリたちがハイグラ取っている。さあローグラにクジャック君たち、あとベッコーたちですね。そうね、サイグラルリ、クジャック目の前にはピーターパンたち、ファンクの英雄ピーターパン。さあクジャック耐えることができるのか。現在7キルしています。さあワンボックス目の前のザッバッコーを、さあいやバッコーもうまい、逃げていく。横から出てきたところ1キル。さあ上にはアリスが見ているが、さあ下が狭すぎる。一度アンチ外に出て落ち着いて移動。さあ目の前のピーターパン倒して回復、はい、目の前誰かがいるぞ。さあ8-4の音が聞こえるが、さあアリスとワンボックス勝負、はい、さあ2人で突っ込んでいく。さあ目の前壊してアリスを倒していく。残り 2v2、 残り 2v2、 現在めっちゃある。さあルリが後ろから来て、さあやられてしまうが、さあナイトルクラッチできるか。まずはルリを1人ゲット。いやアンチ外でカッキーロー入れて8-4も70。残りはザコとナイトル。さあ資材がいっぱいあるので一度上に行きます。現在11キル。ハイグラ取って。いや、いった。さあ、ナイトルワンポイントクラッチできるか。ザコさんが体力いいですね、これ。そうね。さあ、ナイトルミニポン飲む時間はないでしょう。さあ、HP 的にも 100HP の差ぐらいある。さあ、ミニポン飲めるタイミング。さあ、ストームミストで回復して。さあこれで一応 HP 五分五分、いや座号がちょっとアドバンテージは上か。白回がそうですね、白100っすか。白、いや削れてるんじゃない。いや削れてる削れてる、このままいけば勝ちますね。うわー上からザコード、うわー資材やる。上からナエトルレーザービーム。3試合目は俺らだとビクロイして100ポイントに到達しました。おめでとうございます。あそこから 1v2 クラッチするか。さあセッションランキング見ていきましょう。うわーここ乗っちゃうな。これ来てますね、これ乗っちゃうな。そしてシャモキーたちも安定と、そうね、しっかり安定して何位だったんだろう、まあ、あんまりそのビクロイとか目立ったねドーンとかないけど、しっかり5位2キル3位5キルとかを取って順位を伸ばしてるのがシャモキーたちなんですよ。めちゃくちゃ安定してるね本当に。うまい。ルナペコも1試合目以降多分初動詞とかかな結構、ね、ルナペコもちょっと試合、まあでもこのポイントなら全然ねあるんでね、頑張ってほしいね。